バー映画や尾張拷問徳川宗春物語歌舞伎侍第46回名古屋の人々との別れ。聖徳3年2月道春様を江戸に召す命令が名古屋にもたらされました。道春様は友明様のご長子の9歳になった万屋様のもとを訪ねられました。そして剣術の稽古をし相撲を取られ、最後に万屋様を上手投げで倒された直後に語られました。万屋、拙者は江戸に行かねばならぬことになった。しばらく会えぬが、そなたも近く江戸に呼ばれるであろうから、よくよく己を磨くように工夫を凝らせよ。昨日それがしもその話を聞きました。万五郎様、今までありがとうございました。されど相撲や剣もできなくなるのは寂しゅうございます。万屋、拙者も同じじゃ。続きは江戸でな。楽しみにしています。翌日にはお付け家老の鳴瀬家嫡男の5歳の熊之助様のもとを訪ねられ、剣術の稽古をされました。熊之助、しばしの別れじゃ。剣術はまたしようぞ。達者でな。次に会うのは江戸かの。万五郎ちゃま、どこかに行っちゃうの？そなたの父が時折出かけておる江戸じゃよ。江戸？そなたは失政にならねばならぬ身。精進し、工夫を凝らせよ。さらに筆頭家老、石郷正明様のご嫡男、9歳の七太郎様を訪ねられ、相撲を取られました。七太郎、これでしばらくは相撲はお預けじゃ。万五郎様、いかがなされましたか？拙者は江戸に行かねばならぬ。いつかそなたには五条大学の神様を紹介しよう。名古屋にも相撲を勧進したいものじゃ。尾張の筆頭家老家として頼むぞ。はい、わかりました。道春様は名古屋の町で世話になった方々を一軒ずつ訪ねられました。和菓子屋の桔梗屋、両口屋、呉服小物問屋の伊藤屋、材木商の材木屋宗兵衛、鵜飼屋、質屋の信濃屋、金物商笹屋、小物商十一屋などの商家にも出向かれたのです。そして乙吉殿のご夫婦のもとへも赴かれました。若様、寂しゅうございます。もう名古屋へは戻られないので。若はお殿様のもとで励まれるのじゃ。泣くな、喜ばなあかんわ。名古屋へ戻ってくることもあろうから、そちたちも元気でな。拙者のことを忘れないでくれよ。若こそ私たちのことを忘れないでくださいね。若、江戸の大工町に兄弟弟子の政五郎という大工の大統領がいます。お暇な時にでもぜひお尋ねください。拙者とうんとさの一文字違いじゃな。覚えやすい。そなたの兄弟弟子であれば一角の人物であろう。楽しみにしている。今まで本当に世話になった。感謝する。いやですよ、長のお別れじゃないんだから。次回第47回、九条諸隆と宗春、御連中助子の実家左大将権の大納言
九条諸孝と道春が尾張で対談。